ちょっと後ろの人よく見えないかもしれないけどね、あの噂話をしてるんですね、前の2人の女性が。問題はこの後ろの女性ですよ。この人、これね、なんか聞いちゃったみたい、噂話。キャサリン、まあ、ちょっと名前を付けましたね、はい、キャサリンさんとします。キャサリンさん、噂話を聞いてすごいな、落ち込んでる顔です。なんかつぶやいてます。そのつぶやきを皆さんに当ててほしいんです。ヒントを出します。あ、噂してる、あれきっと、すみません前の人あ、噂してる、あれきっとって何だと思う。私のこと言ってる、ね、そう、はい、ありがとうございます。はい、はい、私のこと言ってる、その通りです、ありがとうございます。はい、多分キャサリンね、そんなこと言ってるでしょうね。じゃ次の漫画いきます。お母さんが男の子を怒ってます。なぜもっと兄さんのようにできないの、あだ。今度ポール君、ポール君落ち込んでますね、なんかつぶやいてます。ヒント、怒られた、兄さんと違って僕って怒られた、兄さんと違って僕って、いいか悪いかってどうだと思う。悪いな、そうそう、はい、ダメね、悪い、そうですね、ありますそういうことです。兄さんと違って僕って本当に悪い、ダメだと、そういうことですね、多分そうだと思います私も。じゃあ皆さん、ここでポールを明るくします。前向きになってますね、このポール君、あの怒られたのに切り替えてなんか前向きになってます。ヒント、怒られた、何、兄さんは兄さん、怒られた、何、兄さんは兄さん、自分は自分、そう、はい、ありがとうございます、そうそうそう、はい、そうですね、はい、兄さんは兄さん、自分は自分、はい、ありがとうございますあの次行くか、そっちね、行くかもしれないね、はい、すいません。あの前向きに物事を考える人は分断して限定して切り替えることができるんです、心をね、そこが違います。じゃあ最後の漫画いきます。今度デート、明日映画に行かない、いいえ行かないわ、振られます、はい、マイケル、はい、マイケルですね、マイケル落ち込んでます、うまくいかなかった、なんかつぶやいてます。ヒント、振られた、やっぱり俺は、いや、やっぱり俺はどうだと思いますか、やっぱり俺は、いいか悪いかですけど、どうだと思う、悪いな、そう、ダメだね、そうそう、そういうことです、そうそう、ダメだ、嫌われてる、やっぱ俺はダメだ、嫌われてる、そういうことです。じゃあ本当最後になります、マイケルを明るくしてこのクイズ終わりにしますが、この前向きになってます、振られたのに前向きです、笑ってます、マイケル、どんな心境の変化でしょう。ヒント、振られた、タイミングがどうぞ、悪かった、その通り、ありがとうございます、タイミング悪かった、全く次、はい、まあ、頻繁にこれやられるとちょっとあの女性はあれかもしれませんが、一応あの前向きに物事を考える人は切り替えることができます、悪いことは一時的、分断して切り替えができる、ここが違うんです。そのあたりを心理学者はこんなふうに話してます。